回はですね、2005年6年ぐらいに、まあ、次のマツダをどう作っていくんだという長期戦略というのがプロジェクトがありましてですね、で一度まあ、車を軽くしましょうと、 30% ぐらい軽くしたらなんとかなるんじゃないかと、でその金谷さんのところに持ってたんですよ。これでちょっと提案しようと思うんですけど、お前はダメだと。ダメだと、もっと飛んだのを持ってきてくれってね言いましたね。それから何週間かして、違う提案が出てきた中に、課題はこんなんもあるけれども、これだったらうまくいけ、これがうまくいけばまさに世界一のエンジンが実現できる可能性があると、そんな話がありまして、それ行こうって言う、やる気って書いて思ったんですけどね。今スカイアクティブって、まあ、シャシーもボディもエンジンもトランスミッションも言ってますから、まあ、その原型というのはあの辺りに生まれたんだろうなと思うんですけどね。その効果で 1.0 デシベルの改善効果を見込んでおります。ここのボスター面を引っ込める必要があります。こちらは新しい形状なんですけれど もうとにかく限界を考えない、常識にとらわれない、常識を壁を打ち破れと。2010年1月、我々の作ったエンジンとトランスミッションと、それからボディとシャシーを作った、まあ、TPV という車があるんですけど、あれをヨーロッパに持って行って乗りに行ったんですよね。これ乗った時にはもう震えましたね。ここまで来たかって言って。まあヨーロッパとか特にドイツの車のようなこういうになりたいなと思ってたところで、自分の考えて作った車が持って行って走った時に抜いたと思いましたから、その時やったって言って、もうブワーッともう感動が体の中から出てきて、これだって言ってついになった。当時40年前に世界で初めて量産化に成功した唯一の会社ですから、このちっちゃい会社がどうやって生き延びていくかというのためのロータリーだったんですよ。あの時は先代のと言いますか、本当にマツダを作った松田家の社長の時代にですね、このロータリーエンジンしかないと言ってやってきた、その精神っていうのは多分ずっと残ってて、多分それってスカイ、今回のスカイアクティブって多分それにつながってるんだと思うんですよ。こんなもう本当に冒険なんですよ。でそれをやらせていただける、もうそれはもう人生で最高の喜びでもあるし、本当にありがたい話だと思います。まだ終わってませんけどね。とにかく限界を考えない、常識にとらわれない、壁を打ち破れと。